こんにちは、袋司会の袋です。本日のご質問です。水平に生えた親知らずの抜歯ということです。下記2箇所にてレントゲン診察を受け説明を受けました。1、歯科クリニック。口腔外科専門の先生が来られる。同クリニックの専門外来での抜歯を推奨。抜歯時間はおそらく30分程度。処置は翌日の消毒での来院が必要。抜歯後の方の腫れ具合や痛みは個人差がある。親知らずの横の歯の虫歯が進行しているので、抜歯後は治療が必要。抜歯後は傷が落ち着く1ヶ月後から虫歯治療ができる。大学病院への紹介状を出し、抜歯自体はどちらでも行っても良いですとのこと。大学病院の口腔外科、歯科大の学生の先生が説明してくださいましたということ。抜歯時間、おそらく1時間程度。処置は切開し、骨を少し削るため、翌日の消毒と1週間後の抜歯糸が必要。親知らずが神経の近くにあるので、まれに数ヶ月しびれが取れない人もいる。抜歯後の頬の腫れ具合や、痛みは個人差がある。親知らずの、横の歯に虫歯あり、かすかに虫歯の痛みがあるので早めに抜歯したいのですが、混雑のため大学病院で抜歯する場合は数ヶ月先になるとのこと。その後の虫歯治療を考えればクリニックで抜歯する方が良いかと思っているのですが、少しだけ気になる点があります。抜歯にかかるおおよその時間の説明が若干異なる、30分と1時間。切開、抜歯糸、しびれがまれに続くケースがあるかもしれないという説明がないと。一のクリニックでは口腔外科の先生にお会いするのは診療、抜歯当日のみだから仕方がありませんが、もし口腔外科の先生が診察していたとすれば、仮に、諸々の理由さえつけば、診察当日のすぐの抜歯も可能というくらいのケースであれば、ただの気にしすぎかと思うのですが、一般的にはどうなのでしょうか。また、痛みや腫れが、数日以上続く人の場合、仕事に支障がある程度のものなのでしょうかというご質問です。抜歯にかかる時間の30分1時間というのは、誤差だと思っていただければいいと思いますし、多少やっぱりこの歯科クリニックに来られる方の、専門医の先生、口腔外の先生ですか、こちらの方の方が、なんかこのお話的に言うと、上手な方がいらっしゃるんではないかなという気がします。もちろん、大学病院での抜歯でもいいと思うんですけども、要は大学病院から派遣されている先生ですので、それなりのテクニックをお持ちの先生が、簡単に言えば外で、アルバイト程度に働いていらっしゃるということだと思います。そういった面では歯科クリニックの方の、外来の方が、この場合にはドクターが大学病院については、決められないというか、同じ先生ではないこともありますし、簡単に言うと、大学病院の中でも技術差のある先生はいろいろといらっしゃいますので、そういったことを考えると、外に来ていらっしゃるということでは歯科クリニックの方の、先生の方が、いいんじゃないかなという気もします。もし口腔外科の先生が診察していたとすれば、仮に物の都合さえつけばという部分は、当日っていうのはまず、どちらの医院でも抜かないと思います。やはり一回拝見して、レントゲン等の審査をさせていただいて、それから、抜歯の日を決めるということの方が多いのかなと思います。また、仕事に支障があるかどうかというところは、痛みや腫れというのは数日以上続く人もいます。もちろん、抜いた後の穴がですね、そこのに溜まっている血液が、簡単に言うと置換されて、最終的には骨に変わって、治っていくという過程をするわけですが、早めにその血の塊等が出てしまうと、口腔内にその骨の面が露出する場合があるんですね。そうするとドライソケットといって結構お痛みがあることもあります。稀にですが、そういったことも考えて、抜歯をされてください。以上です。